帰ろう帰ろうって思って立って歩いたら携帯が鳴って、なんだって思って仕事終わった瞬間、すごい、いやそっかみんなそういう時間か、お疲れ様です。私も仕事が終わって帰ってきて、配信を始めた。なぜかお風呂入りたいの。すごい、お配信始まったやんみたいなタイミングよ。これはみんな定時なんですか？定時ってやつですか？コットンは使います。メイク落とすときに必ず使う。これから飯行くんですけど、何がいいと思いますか？あれってて一人ですか？一人で行くなら、へえ、なんだろう、私一人でご飯、パスタと焼肉しかラーメンしか選択肢がないんだよな。寿司、お寿司食べたい。え、みんなってさ、定時、世の中の社会人の方って定時で上がれるものなの？みんな残業ばっかり？在庫はたくさんってほどではないけどある。ファミリー回転寿司、回転寿司どう？上がれるものなのかな、自分次第。そういうもの、自分次第、自分がこれをやるって決めたら、決めたものが終わればいけるのかな。確かに職業によるよね。そうだよね、これは人によるね。今日私は帰りの車の中むせた。帰りの車の中で音楽をイヤホンに流して寝ながら帰ろうって思ったら、もう一曲目から記憶を手放してて寝てましたね。なんか音楽かけながら寝て、どので、その起きた時に再生履歴を見て、シャッフルでかけて再生履歴を見て自分がどれだけ寝てたのかっていうのを思い返すのが好きなんだけど、全然もう2曲ぐらいしか、2曲分ぐらいしかこの曲聴いた覚えないっていう時と、今日はねめっちゃ寝てて、そのもう1曲目から寝てて、1,2,3,4,5,6,7,89,10,11曲半、12曲半寝てた。すごくない？で1曲5分だとしたら50分ぐらい寝てたって思ったらすごくない？めっちゃ首痛かった。もう口開けてね、車の中って寝ちゃうんだよね。でこれって思いながら寝るのが、え待って、この曲聞いてない、聞きたかったとかって、あとで思い返すのが好きめっちゃ寝てたね。また細くなって、絶対細くなってない。もうなんかめっちゃ眠くて、もうその前から絶対に寝たいなって思ってたんだけど、寝ててびっくりした。自分が寝すぎててびっくりした。
だからね、普通に車が目的地に着いて起きたって感じ。はぁ、みたいな。でも目覚めは悪くなかった。よいしょ。だからね、あのね、この辺、この辺がね、凝ってる感じする。痛い。リリースの最終戦の試合見るの？試合にお邪魔させていただくから見ると思うよ。ツインテールってなんか性格悪く見えるかな。なんか私ツインテール全然好きでツインテールするんだけどさ、ちょっと高いとなんかあれかな。ゆめちゃんが激怒するぞ。え、全然そういうつもりで言ったわけじゃない。全く全くそういうつもりで言ったわけじゃない。これはなんかネタで言ったのかもしれないけど、これは全くそういうつもりじゃない。ただ私がっていうこと。やっぱり発言するのって怖いですよね。そうやってさ、で捉え方によってはさ、そう捉えられるもんね。わかるが、じゃあコメントしないで。そうやって段ボールのシールを剥がしてました。え、てか今日金曜日じゃん。ラジオトークじゃん。忘れてた。話すことなくなった。いや何にも話してないけど何にも話してないけど、そうだ今日金曜日だ。すっかり忘れてた。皆さん雨大丈夫でしたか？なんか私はあんまり花、あの雨が強い時に外にはいなかったから、新潟はなんか大丈夫だったのかな。結構さ、朝のニュースではさ、みんな気をつけてね的なニュースが多かったから、てっきり今日はやばいのかなって思ったけど、でもめっちゃジメジメしてた。すごい湿気、モワ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 系の気温、なんか風を入れたいみたいな。夜のこんな、そんな季節になりましたね。そうだ、生誕のアフターパーティーの歌、こんなの歌ってほしいとかあったらぜひリプしてください。またリツイートしよう。しつこ私
すごい、こんなにいっぱい、ああこういう歌とか初めて聞いたっていう曲が、いっぱいでした。天気いいといいな、明日。てかそう、歌いたい曲がありすぎて選ぶのが大変、絞るのが大変。これも歌いたい、てかなんだろう、なんかフルで歌いたい曲もあるし、てかフルでわ、この歌詞の部分歌いたいからフルか、でもフルだとあと何曲しか歌えないとか、めっちゃ選べない。明日天気いいんだ、よかった。外の現場だし天気が良くないとね、大変、めっちゃ困る。であとみんなもなんか盛り上がってっていうか、なんか乗りやすい曲の方がいいなとかが大前提でもちろん考えているので、たい焼きありがとうございます。ツインテールさ、頭皮疲れるんでね、髪の毛ってか、いやツインテールじゃないな、髪を結んでるっていうのはね、すごくね頭皮疲れるんだよね。だから本当は結んでたのをほどいて帰ってきたかったけど、配信しようって思ってほどきたい、めっちゃ。だからね、頭皮公演、劇場公演とか髪の毛を外すとすごいね、開放感、ぶわーって頭がねほどける、ほろける。たい焼き頭からし、わかんない、どっちから食べてんだろう、こうパッて出した方から食べる、全然どっちからとかあんまりないんだよね、こだわりが。てかたい焼きあんまり食べないかも。パンダ焼き食べたい、パンダ焼き好きなんだよね、弥彦村の。バンダイのたい焼き屋さん、食パン屋さんが隣にあるところ、あそこ、あーでもあそこなんか差し入れでもらった時食べたことあるかな、あそこでも美味しい、てかたい焼きって美味しいよね。パンダ焼きもね、なんかね、私も多分もちもちしてるものが好きで、信玄餅とかも好きだし、お餅も好きだし、パンダ焼きとか、あとなんだろう、お赤飯とかもちもちしてるの好きなんだよ。なんかたい焼きよりかはなんかパンダ焼き系の方が好きかも。てか
この茶い緑のたい焼きって何味なんだろう。抹茶かな。五平餅も美味しいよね。いや待って、今のめっちゃさ、あんまり好きじゃないみたいな言い方したけど、全然好き。五平餅もなんかちょっと甘じょっぱい感じがね、お腹にすごい溜まるけどね、美味しいよね。安倍川餅も美味しい。安倍川餅も美味しい。うん、美味しい、好き。白いたい焼きも好き。もちもちだくばら、白いたい焼きはねめっちゃ好き。もちもち、安倍川餅もね好きだよ。きな粉、きな粉、きな粉だよね。そう、きな粉と、もう一個、もう一種類あるんだよ。なんだっけ。そう、美味しい。あったかい方が好き。出来たての方が好き。てか全部出来たての方が好き。なんでもたい焼き、あんこ、カスタード、いや全然ねこだわりなくて、あんこも好きだしカスタードも好きだし、だからね味選ぶのめっちゃ困る。たい焼きありがとうね。かんばら祭りだね、4年ぶりぐらい。だって私が新潟引っ越してきてすぐにあったお祭りだったと思う。だからその地方組でなんか今日お祭りやってるらしいよってなってみんなで行ったな。当時の引っ越してきた組でみんなで、懐かしい、楽しかった。多分それ以来やってないんだもんね。あ、その次の年もあったのかな、覚えてないけど。懐かしい。でももう私お祭りに行く元気がない。絶対もう多分23でしょ。もうね、いやー涼しい部屋で好きなものをゆっくり食べたいって思っちゃう絶対。って言ってて行くかもしれないけど、でもね全然全然行こうとは思ってない人いっぱいいるし。ハートありがとうございます。推しグッズ最近めっちゃ買ってるよ、いっぱい。手元にあるのはアーニャのコースター、プラスチックだからいくらどれだけ置いてもいい。かわいいのこのアーニャが、だから買った、買ってめっちゃ使ってる。でコースター欲しいなって思ってたんだよね。だからそれでちょうどスパイファミリーのコースターがあったから買った。かわいい。そう、行ったら行ったでね多分ね全然楽しめるとは思うんだけど、行くまでがね。でたい焼きのシーズンなのかな。このさ背景はなんだ、紙のコースターは使わないけど、てかグッズは基本的になんか使うかも、使っちゃう。だってもったいないじゃん。いや使わないのも、使うのももったいないっていうのも分かるんだけど、使わないっていうのもせっかく買ったのにもったいないってなるから使っちゃうね。たい焼きのシーズンなのかな。なんかたい焼きって冬とかにちょっと肉まんがなんかあったかいからさ、たい焼きってこの季節はかき氷、もうちょっと先かかき氷は。初訪問がいっぱいだ、ありがとうございます。和菓子の日、
あ、そうなんだ。和菓子の日か。え、じゃあたい焼きの他にも和菓子があるってこと？グッズ的な。グッズじゃない今普通に今グッズって言ったわ、無意識に。やばグッズじゃなくて、なんだ、ギフトか、ギフトのデザインか。あ、たい焼きありがとうございます。パクパク。あ、熊のラムネみたい。なんだ、背景はレトロなカフェ。へえ、確かに緑貴重のカフェ。確かに蓄音機だっけ、この壇上13位の隣にあるやつ。蓄音機なんだっけ、レコード流すやつ。二重構造のチタンカップにしてからコースター使う。それってさ、やっぱりこの水滴が出ないの？出ないで、しかも保冷機能あんのかな。蓄音機、あ、だって、あれ、私なんて言ったっけ、蓄音機って言ったっけ。二重構造いいの、高そう、2000円ぐらいしそう。ね、星の子とジャイアンツの試合あるみたいなね。まだ今週の話見てないよ、星の子。行きたいけど、でも星の子めっちゃさ、コラボするよ。星の子じゃないや、ジャイアンツめっちゃアニメとコラボするんだよね。ヒロアカもしたし、通り部もしたし、あのアンスターのユニットともしたし、あと VTuber さんとかともしてたし、てかブルーロックが J リーグとコラボするんだよね、めっちゃ楽しみ。アルビさんのところ誰になるんだろう、全然サッカー知らないくせに一丁前に楽しみになってるやつ。氷溶けない、いいな、氷溶けないの欲しい。たい焼きありがとうございます。新潟に住んでなかったらね、すぐひとっ飛びできるんだけど、新潟に住んでると全然やっぱり試合とか行けないんだよね。それがすごくに辛い、新潟に住んでて。でもね、新潟は全然私好きなんだ。新潟なんかこうなんだろう、人が多すぎないし、かといって建物とかもちゃんと設備充実してるし、人も優しいし、なんか店員さんとか優しいから、すごい過ごしやすくて好きなんだよね。いつか卒業しても新潟にいたいって思うもん。なんか仕事でさ、東京とか行ったりとかして、ちょっとね外に出たりとかすると人が多すぎてもうすごい疲れちゃう。そう、ご飯も美味しいし、あとアニメイトもすぐあるしそれは人、場所によるけど。全然ね、新潟から出たいとは全然思わないんだよ。そっか、地方の政令指定都市だからか。そう、全部全てが揃うのよ、行けば。あのまとまってる場所に行けば、まあ、それこそバンダイに行けば全部あるしとか。しかも新潟のアニメイトならあんまり売り切れとかあんまり早くないし、
だからね、全然。だから私あと車があれば無敵だなって思ってる自分に車持ってないからさ、運転はできるけど、運転したいとも思わないし、もう全然運転してないから。だからだけど新潟車ないとなかなか大変、徒歩だとどこにも行けないから、どこにも行けないってわけじゃないけどね、例えばなんだろう、なんか、ね、寺泊り行きたいなとかってなっても行けない、ね、行けないから、車がないといけないものが多いから、ところが多いから、あとは車だな でも運転すんの怖い、新潟の道路運転すんの怖い。車線多いし、信号とかも急に一方通行になったりとかするしさ。あ、自転車もいいけどね。でも自転車もさ、あの夏場だと日焼けするから嫌なんだよねわがまま。歩いたら30分かかるけど、車だったら10分と10分5分ぐらいで行けたりするじゃない。5分じゃないか、10分以内で行けるじゃない。車ってすごいなって思うよね。あと車に乗れたらね、私はいいなって思うけど、でも全然私は新潟好きですね。まあでも歩くんだけどね、私歩くの好きだからさ。もうだってさ、新潟駅から例えばお寿司食べたいってなったら、あ、まあ新潟駅前の富寿司と、まあ、もうちょい歩いてバンダイの弁慶じゃん。回転寿司が食べたいって時あるじゃない、まあ、いいお寿司もいいんだけど、回転寿司が食べたいってなったらさ、まあ、エコスタの方に向かって歩いて、あそこどんぐらいだ、30分ぐらい、3、40分ぐらいするよね。3、40分歩かないとさ、ないっていうのが、そう結構ねしんどい。なんかバンダイになんかスシローかくら寿司かはま寿司かできてほしい全部の選択肢言っちゃった。あ、カンタロウも遠いな。車はね、でもそんなでかすぎるのは乗りたくない。普通車、軽じゃない、普通車がいいな。でもあんま大きすぎず小さすぎずみたいな。しかもさ、そのあっち、その今私が言ったくら寿司とかがある方はスタバがあって、しゃぶしゃぶがあって、向かいに真心亭っていうラーメン屋さんがあって、でちょいもうちょい手前に焼肉キングがあって、一風堂があってっていう、もうめっちゃもう食べ物めっちゃあるのよ。もうそこの誘惑がやばい。そうだ、餃子の王将もあるね。もう本当にねいっぱいあるから、飲食店が。いや、バイクは怖くて全然だな、乗りたいって思えないな、ビビりだから。だから本当に真心亭が食べたいとか、本当にくら寿司が食べたいって時は歩くけどね。
全然バンダイシティからくら寿司まで行ったことあるもんあ、そう、最近レンタサイクル出たよね。結構道端に見かける。あれさ、レンタサイクルの後ろになんか自転車番号みたいなの書いてあるんですけど、あれ NGT40132 とか、多分普通新潟県が管理してるレンタサイクルの132番目2個目の自転車ってことなんだけど、それがなんか NGT48 っていうわけじゃないけど、なんかすごくね、おっってなっちゃう、反応しちゃう、通りすがりの時にチラッとそのレンタサイクルを見ると。バス値上げするんだ。レンタサイクル、レンタサイクルで王冠を来る人いたの。ええー、そうなんだ。レンタサイクル使ったことないんだよな。レンタサイクルしたいな。ってなったら普通に自転車欲しいもんな。自転車あるだけで結構変わるもん、生活なんだ、なんとかが、生活基準じゃないな、生活の質が。それだけで、あ、買い物に行って自炊をしようとかっていう気持ちになれる気がする。レンタサイクルで新潟島一周したことあるもん、すごい。本当に自転車あるだけで全然、こだわらなければ自転車安い。あ、そうなんだ。確かに私も高校生の時自転車通学してたんですけど、自転車別にそんな高くなかった気がする。いくらしたかな。いやでも自転車あったらいいな。5000円ぐらいで買えるのかな。買えるわけがないよね絶対に。自転車いくらするんだろう、調べてみよう。ホームセンターとかに売ってるよね自転車、1万円ぐらい。自転車すごい、9点に自転車、え、5000円で買えるの。あ、そっか、ドンキがあるじゃん。すごい、目代わりやってんじゃん今9点。目代わりで買えばいいんじゃね。すごい。でもさ、やっぱ可愛いのが欲しいってなるとさ、あれだね、ないね。あー、中古か。そうだね、そうだ、ヘルメット着用義務になったもんね。うん、でもあった方がいいよヘルメット、全然ママチャリと言われるやつでもいいもん、言われるやつでいいもん。でもさ、ちょっと嫌じゃない？例えばさ、あれもしかしてマシじゃねってなったらさ、私がさ、めっちゃ真剣な顔で自転車こいで通り過ぎてったらさ、ちょっと嫌だよね。推しが自転車で駆け抜けてったんだが、みたいな。笑える。逆に好感度？自転車乗るんだ、みたいな。立ちこぎで、いやー自転車おもろいな。
そうだよね、普通だったら車だもんね。でもかっこいいかもね、自転車でさ、みんなこっちから歩いててさ、私がさこうやってうわーって自転車で来ててさ、おマッシーじゃんって言われて、あやっほーみたいなこう颯爽と通り過ぎてくる。でも絶対気づかれないと思う、全然気づかれたことないもん外歩いてて。自転車っての、まあ、見るか、その乗ってる人見るか、見るわな。え、現在11位だって、タイヤキング決定戦なんだそれ、何人中11人なんだ、すごい。和菓子の日2023、現在4001ポイント。え、なんか数字すごそう、それ。ありがとうございます。なんか勝手になんか競わされてる、そんなつもりないのに。NCT の子じゃねってなんない。私多分ね、全然普通にオーラっていうものが全くないんだと思う。服とかも全然めっちゃダサいし、着てる服とか全然、あアイドルが着てる服だとか全然ならないから、普通にその辺に歩い、その辺にっていうか外歩いてる人の方がおしゃれだから、髪もボサボサだし全然バレないだからさ。あ、たい焼き、え待って、いいよ、ほんとみんなありがとうありがとうございます。だからね、あのね、そのごちゃのことさ、ご飯行ったって載せてたじゃない、載せたんだけど、もうその日の周りの子みんなの服装が可愛すぎてやばいってなった。もうなんか、あ私やっぱり、えなんか新潟が田舎っていうわけじゃなくて、私自身がもう、私はもうほんと山奥で育ってたから、山奥の田舎の子だから山奥の田舎の子だからっていうか、いやなんかもう本当に自分の最大限のおしゃれをしていってつもりだったんだけど、全然ダサくてやばいって思った。新潟だったらおしゃれに見える、おしゃれに見えるっていうか、おしゃれさんな格好をしてるように見えるけど、だけどその東京の子の友達というか、その東京で芸能の仕事してることに会うとやばいダサすぎて、私マジ本当にダサくて。違う、多分ね、私ね、服を生かすセンスがないんだよね。服を選ぶ、着こなす、着こなすっていうか、なんだろう、自分で服を選ぶセンスがないんだよね。だからなんか衣装さんに選んでもらったなんか写真、生写真撮影用の服とかは、えなんか似合ってるやんみたいな、似合ってるやんっていうか、なんだろう、上手、ああこういう着方をすればおしゃれなんだとか、なんか割とどんな服でも、可愛い系の服もかっこいい系の服も割とどっちでも着れるのよ。だから私は自分で服を選ぶセンスがない、皆無、コーディネートが下手、多分本当にこれはもう育ちの問題って言ったらなんか家族とか地元を否定することになるかもしれないけど、これは違う、私の。でもファッション雑誌とか読んでたんだよ、ちゃんと。小学校5年生ぐらいからファッション雑誌買ってもらって、ニコラを買ってもらってずっと読んでたの。もう中学生時、中学校、小学校、中学校って、もう本当に。だからもうね、嫌なの。おしゃべり会とかもみんなが着てる服、みんなめっちゃおしゃれなの、めっちゃおしゃれに着こなしてて、もう私はさ、なんかさ、なんかチンチクリーンのなんか格好してさ、着こなせ、なんかたまにプレゼントでいただいた服とかを着るんだけど、それが悪いとかじゃなくて、私がそれを組み合わせられなくて、
上手に着れないんだよね。もうだから私本当にマネキン買いしちゃう。マネキン買いっていうかその通販とかで見てて、あこの服可愛いって思って見るじゃない。そのそしたらその服をそのモデルの人が着てるのを買う。で全く同じセットで着る。それはまあ大丈夫なんよ。大丈夫なんだけど、でも私は着回しをしたいから本当にいろんな服に組み合わせて着たいんだけど、それができないの。もう1のセットで買ったらもうなんか他のね組み合わせができなくて、もうねめっちゃダサい。本当にダサい。本当にね。だから今もうなんか髪だけ可愛いみたいな。もうね本当にもうちょ地味にショック受けたの。あやっぱ私やっぱダサっていうか、ダサいっていうか何だろう、芋臭い。私芋臭いなって思う。自分で選ぶ服、自分で似合う服が分かんないの。自分がてかそもそも自分が着たいって思う服がないのよ。なんかどれでもいい、どれでも着たいって思うのよ。なんか着たくないじゃなくて、この服嫌だとかじゃなくて、あこの服着たい、あこれも着たいみたいな。うん、だからね結局黒ずくめになったりとかするときは、黒ずくめのときはなんかあまとまったなってなるけど、うん、全然本当に。だからもうね雇いたいスタイリストさんを常に。だから私服で仕事に行かなきゃいけないとかってめちゃくちゃ辛い。私ダサいみたいな。絶対もっといい着こなし方あるみたいな。私に似合う服絶対もっとあるみたいな。本当になんか色とか形はまあなんか足長スタイルがよく見える服じゃなきゃなんですけど、足が長く見える服じゃなきゃとか、お腹がキュッて細く見える服がいいなっていうぐらいで、全然なんか例えば洋服屋さんで普段どういう服着るんですかって聞かれても答えられないんだよね。別にふわふわ系量産型系の服を着る時もあるし、なんか普通に なんだろうカジュアルなデニムとかのを着たりもするから選べないんだよね。だから多分っていうか、なんだろう、何でも着れるんだけど、もうな自分が何を着たらいいのかわからないんだよね。もう本当にこれめっちゃ深刻な悩みなの。本当に深刻な悩み。ヘアアレンジとかもさ、めんどくさ、なん手の込んだこととかもさめんどくさがってしないからさ、多分ヘアアレンジとかちゃんとすればなんかもっと垢抜けるっていうか芋臭くないんだろうなって思うけど、でもゆみゆのコーディネートとかさ、ヘアアレンジとかさ、夢のファッションセンスとかさ、並びとかもおしゃれなんだよね。なんかすごい羨ましい。だからなんか都会というか、なんだろう、ちゃんと勉強っていうか、ちゃんといろいろチェックして、私多分チェックしてないのが悪いんだよねチェックもしないし、全然新しい服を買おうという気にもならないから、他にお金を使ってるからっていうのだけど、その時にやっぱちゃんと服も買わなきゃダメだって思ったもう本当にねダッサい私。だからこの夢が着てる服とか、みゆみゆが着てる服とかめっちゃ着たいなって思う。私もそういう格好したいのに、自分が服を買う時とか自分が服を選ぶ時とかはそういうところ、そういう服を見つけられないんだよね。そう、服を見つけるのも下手なのだからめっちゃ聞くんで、私衣装さんとかメイクさんとかに、
え、最近のコスメ、最近のコスメっていうか、なんか、あ、このブランドの服とか流行ってるんですかとか、私どういう服が似合うと思いますかとかめっちゃ聞くのよ。めっちゃ聞くんだけど、え、でも何でも似合うと思うからなーみたいな感じで、あの結構なん、あ、合間合間の会話だから、長くゆっくり喋れるわけじゃないから、毎日ジャイアンツのユニフォーム着るわけにもいかないでしょ。もう本当にもうダサくて無理、私自分が恥ずかしい。だからもう外行くのとか恥ずかしい。レッスン着もダサいもん全然。でもたまに組み合わせがうまくいって、たまにおしゃれの時はあるけど、おしゃれっていうかダサくない時もあるけど、基本ダサい。だからさ、本当にさ、自分の服の洋服を選ぶセンスがなさすぎて、なんかみんな長袖着てんのに一人だけ T シャツとか、みんな T 半袖なのに私だけ長袖みたいな時とかもあったりとかするのよ。周りの服装とか見、なんか周りの服装を見て、もうすっごい肩身狭くなる。だから本当に毎日選んで、毎月選んでほしい。毎月っていうか、なんだろう、3ヶ月に1回ぐらいシーズン変わるときに、あ、マッシーこの服似合うと思うから買っといたよって言われて、私はそれでもうお金を出すのでいい。それでいいぐらい。だから本当に選んでほしい。本当に。ほい。でもそういうのってやっぱりなんか東京にというか、なんかそういう人がいっぱいいる、集まってる若者がいっぱい集まるところに行ったら変わるのかな。もう私はさ、もうあんまりさ、なんだろう、そういう若者の集うトレンドの街とか行かないからさ、そういうトレンドとかも目で見て肌で感じるっていうのがないから、そういう 服とかも選べないのかな。でもそれはありそう、少なからず。周りがおしゃれなところ環境にいたら、いや、でも今の周りがおしゃれダサいって言ってるんですかっていうことになるから、そういうわけではないんですけど、だって、うん、もう本当におしゃれになりたい、おしゃれになりたい、マジで本当におしゃれになりたい、おしゃれさんになりたい。どう考えても本当に恥ずかしい。やっぱり髪の毛外したい。あと10分ぐらいで配信終わるからもういいよね。あ、スクショだけ撮っといてもらう。はい、もう本当に本当に服選んでほしい。どんな服でも着るから、本当にメイクとかもさ、全然選んでも、このコスメがいいよとか言ってほしいもん。
だから衣装のありがたみを知るよね本当に。マジで衣装マジでばっかり言ってる、口悪いな。本当に衣装に衣装のおかげで、衣装とこのヘアメイクのおかげで私はギリギリアイドルと呼ばれる皆様と同じ場所に立ててる。ギリギリ本当に。衣装とヘアメイクなかったらもう本当ただのもう23歳女性だからね。たい焼きありがとう。もう本当に ほらもうさっきとは大違い。こっそり風呂行って帰ってきたら髪型が変わった。あ、今変わった、今変わった。あ、生誕って応募いつから？11日からだっけ。みんな忘れないでね、絶対に。みんな絶対に来てね。日曜か、11日からか。応募するの忘れてたからいけないっていう言い訳は絶対に聞きたくない。もうアラーム、もう宿取ったわ。そう、当選かかどうか分かる前にねホテルを取るものですから。待って、6位になってる。5位もランクアップしてる。すごっ、なんで？ありがとうございます、ね、その予定が発表された瞬間に撮るよね。運次第かな、当たるでしょ。勝手にさ落選した気持ちになってへこまないで、みんな絶対当たるから。当たっても外れてもないのにそんなこと言わないで。たい焼きありがとう。喉の調子整えといて。で絶対私の生誕って着てきて、私以外のサイリウム振ったら怒るよ私のファンの人は、私のファンの人は。なんで汗かくの？なんで？みんな急になんか焦り出したじゃん。怒るよ本当に怒るよって言うとね、いなくなっちゃうよねみんなね。そうです、みんなのペンライトを振ってね、みんなのコールをして、みんなのペンライトを振って、
私じゃなくてみんなのことを見てね。マシュマホ生誕祭でやばひどいアイドル。そうだよね、普通にさなんかさアイドルが違う自分私のことを絶対に見てって言うんじゃなくてさ見させる努力をしないとですよね。私がそうこちらがねこちらがっていうか私がね強制してダメなんですよ。好きになるものは好きになるし目に行くものは目に行くしそれをこっちが圧をかけて言っちゃダメなんだよね。それはだって私に私以上の魅力があるからそっちに他の方に目が行くんだもん。それはもう私のアイドル力がないんです。だからもういいです。そう怒るっていう感じではない。呆れるタイプ、呆れるっていうか自分に呆れるタイプ、人に呆れるんじゃなくて、うんまあそうだよねって、うん所詮そんなもんだよねって。はい、なので来たいなって思ってくれたら応募してくれればいいし、生誕T行きたいなって思ってくれたら生誕T来てくれればいいし、私のペンライトは必ず触れってわけじゃないし、私のことを必ず見なきゃいけないってわけじゃないし、だけど後悔はしないでくださいね。あの時ちゃんとマッシーのこと見とけばよかったなってとはならないでくださいね。はい、あペンライトありがとうランキングを読みます。13位焼肉大好きさん、12位金堂さん、11位ハブトゥーセーブさん、10位メープルナオくんさん、9位ヨイチくんさん、8位テツ4110さん、7位タカミーさん、6位ふわふわさん、5位トットさん、4位カツさん、3位ランダーさん、2位ヨトさん、1位ビールバラさん。配信ご覧のアリーナの皆さんもありがとうございました。生誕祭ロングスピーチ、いやロングスピーチをする予定はない。日曜日だしさ、絶対にその日の終電で帰らなきゃいけない人もいるだろうから。てか10時からもうラジオトークあるんだよね。どうしよう、近況何を話そうかな。はい、皆さんも見に来てくれてありがとうございました。じゃあまたね、おやすみなさーい。